皆さんこんにちは、やすさんでございます。今日もですね、ドッキリ企画第2弾ということでですね、今日は女装をしてみたいと思います。女装をしまして、うちの奥様が今出かけてますので、まあ、帰ってきた時にね、どんな反応をするかをね、見てまいりたいと思います。今回ね、メルカリの方でこのウィッグ購入してみました。はい、まあこんな感じですね。で、あとね、一応ね、服もね、買いました。こういうセクシーな服ですね。ちょっと着れるんかなっていうのはね、ちょっとありますけどね。はい、じゃあこちらにね、着替えてみたいと思います。はい、変身完了しました。あれはこんな具合でね、すごい、もうなんか痒いでね、一応ね、この赤い服ね、これ買ったんですけど、全然サイズ入らんから、もう、今ね、耳にかけてます、これ。あ、ちょっとほら、セクシーなほら、お前服な感じになるでしょ。一応、それの下にはタンクトップ履いてね。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。はい。じゃあ、奥様のね、帰りを待ちたいと思います。さあ、おそらくもうすぐね、帰ってくるものと思われます。さあ、多分ですね、もうすぐ帰ってくると思うんですけどね。まあ、もうちょっとね、待っておきましょうかね。結構ね、かゆい。結構かゆい。もうなんか、そわそわすんな、なんか。よし、ちょっと待っときましょう。化け物。かゆい。女の化け物。かゆい。顔がかゆい。女の化け物やね。化け物か？うん。やばい？やばい。なんかやばいよな。びっくりするじゃん。さあ、どうでしょうね。やる？ママ。はい。今どこ？今スーパー。いつ帰ってくる？あと20分ぐらい。うん。なんで？バイバイ。バイバイ。さあ、おそらくね、もうすぐね、帰ってくるものと思われます。ちょっと待っておきましょう。あ、帰ってきた。はい、ということで、今回は大失敗で終わりました。なんで大失敗？全然リアクションなかったな。いきなり女装してたらどういう反応をするかをね、今回撮ってみました。はい、以上でございます。